ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-045 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-045。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-045 は太平洋の海底、座標。に位置する海洋研究ステーション12において、半径5メートルの半球形チャンバー内の検査用台座に固定されています。チャンバーは気体ネオンで充填し、圧力は周囲の水圧と並行させてください。チャンバーはその場に存在する海水でステーション居住区画から5メートル隔て、SCP-045 とのあらゆる相互作用は遠隔操作、またはロボットを用いて行ってください。SCP-045 と台座との固定には、封じ込め違反時に外す必要が生じた場合に備えて、クイックリリース式の留め金を使用してください。SCP-045 に起因する地震活動の際に封じ込めチャンバーが損傷、または破壊された場合、SCP-045 の回収は遠隔操作の無人探査機によって行い、チャンバーの適切な修復が完了するまで、居住区画から10メートル以上離した位置に保ってください。説明。SCP-045 はアイス12で構成された正二重面体で、その表面は平面的な亀裂で構成された複雑かつ規則的なパターンで覆われています。SCP-045 の半径は平均 1.7 メートルで、密度は非常性のアイス12のおよそ2倍に達する 2.6 グラム立方センチメートルです。SCP-045 は 0.074 から 500 ケルビン、およそマイナス273度から227度。0.4 パスカルから3ギガパスカル、およそ250万分の1気圧から2万9600気圧の範囲で安定した状態を維持します。ごめん、マリサ。全然理解が追いつかないわ。ああ、別に細かい数値は理解しなくてもいいぜ。極端な環境下でも安定していられる氷だと思ってもらえれば十分だ。ちなみに、アイス12というものは実在していて、ある極端な条件下でしか作ることができない氷の一種なんだそうだ。では、続きをどうぞ。この範囲外の温度、圧力によって SCP-045 を融解または気化させることは可能ですが、強制的に分離しない限り、対象を構成していた水分子は未知の手段によりその近傍に引き寄せられます。SCP-045 が安定して存在できる条件が回復すると、これらの水分子は直ちに凍結します。凍結以前に一部の水分子が分離されていた場合、これらの水分子は SCP-045 の全量と同等の形状と特性を有する、小さな正二重面体へと凍結します。現在利用できる証拠から、SCP-045 は正600包帯が3次元空間に投影されたものであると考えられています。SCP-045 がどのように安定して低次元に投影された状態を維持しているのか、また、他の次元以上 SCP アイテムとの相互作用に用いることができるのか判断する研究が進行中です。マリサ、正600包帯というのは？包帯というのは、3次元で作画することが不可能な超多面体なんて表現されることがあるみたいだが、これも深く理解する必要はないぜ。ここでは、人間には知覚できない次元に存在する物体の一部が、3次元空間に出力されていると理解してくれれば十分だ。では、続きをどうぞ。2週間から3ヶ月の間の予測不能な間隔で、SCP-045 は最大73秒間、自発的に複数の軸を中心として回転します。この間、SCP-045 の近傍で一連の小規模な地震活動、マグニチュード 2.5 未満、が発生します。回転が阻害されている場合、地震活動の強度は対数的に、最大でマグニチュード 5.3 まで増加します。回転の終了に伴い SCP-045 の効果範囲は、回転に要したのと同じ時間だけ一時的に倍化します。SCP-045 から 3.7 メートル内に侵入した気体窒素、またはアルゴンは別の物質に変換されます。窒素は液体の水に変換され、変換比は窒素1モルに対し水 1.98 モル。アルゴンは塩化ナトリウムの結晶に変換され、変換比はアルゴン1モルに対し塩化ナトリウム 4.26 モルです。SCP-045 は1972年、海底基地に適した場所の選定を行う財団の潜水艇により、太平洋の深海平原で発見されました。この船は、突発的に発生した一連の局地的な強い地震動の震源を調査するために転用されていました。SCP-045 は海底の割れ目に挟まった状態で発見され、明らかに回転を阻害されていました。割れ目から除去された SCP-045 はさらなる調査のために船に近づけられましたが、このために船内の大気がその効果範囲内に入り、異常作用が発現しました。
これは内部封じ込めプロトコルの致命的な違反を引き起こし、12名の乗員を失う結果となりました。SCP-045 は解放され、潜水艇はその降下範囲外に移動しました。ほい。数年にわたる実験によって、SCP-045 には気体水素を単純なアミノ酸のランダムな混合物に変換する作用も備わっていることが、偶然に発見されました。変換比は水素1モルに対しアミノ酸 0.04 モルです。しかし、この変換は SCP-045 が生成するような塩水に気体が溶けている場合のみ発生します。SCP-045 発見地点周辺の海底の分析では、その地理的条件から予想されるものの3倍もの多様性を持つ、大規模な微小動物群衆と微生物層の存在が判明しました。同様の地質から得られる微生物群に比して、これらの微生物群は SCP-045 が生成するアミノ酸の点から見て、統計的に過剰な生化学的回路を保有しています。さらに、これらすべては他の有機物質を含まない純粋な塩水中においても生育します。報告書は以上だ。これはまた、文系を殺しに来ている報告書ね。わかる。ただ、紹介の途中にも言ったが、細かい数値や用語が理解できなくても、オブジェクトの性質がなんとなくわかればいいんだぜ。まあ、それはそうね。簡単に言うと、自分の周囲の気体を違う気体に変換するオブジェクト、ということでいいのよね。ああ、それで大体合ってるぜ。それに加え、水槽任意のアミノ酸に変換する性質もあるようだ。これは妄想が加速する要素だぜ。そうなの？ああ、アミノ酸といえば、生命の起源に深く関わっている要素だからな。ひょっとしたら、045が地球に生命をもたらしたオブジェクトかもしれない、なんて妄想もできるんだぜ。そういうの好きよね、マリサ。SCP 好きはみんな妄想好きに決まってるんだぜ。いや、それは偏見だと思うわよ。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。